さあ時刻は3時15分になっております。この時間はですね、夢ですよ、夢さとちん。いやもう今日はどんなドリームを持った方々がいらっしゃるのか楽しみだわ、ね、毎週感動したとかすごく心に響いたっていうね反響も大きいんです。おかげさまで創立70周年を迎えた BSN がですね、感謝の思いを込めて新潟県民や新潟にゆかりのある方々の夢、70周年だから70個夢叶えよう、応援しようじゃないかと、そういうねコーナーです。テレビラジオ上げて全力で取り組んでいるコーナーでございます、はい、では本日のゲスト早速ご紹介しましょう。楽しみ楽しみ。新潟市東区からお越しの池田正さん48歳、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてパートナーの根岸のりこさん56歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、お二人、ね、とってもこうハンサムでらっしゃる、まあいいけどね、僕マサさん最初あの、はい、朝っていう字に早いっていう字で女性の方なのかなって思ってたんですけどね、シュッとされた方だ、ね、そしてパートナーの根岸さんも、ね、どうぞよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、ではでもさとちんお二人見ても僕何の夢かはちょっと想像はつかなかった、ね、まさかあのごめんなさい、お金貸してくれっていうわけじゃないですね。それをここに言いに来るって違うでしょ。ダメダメダメ、ではでは参りましょうか。お二人に伺います。池田さん、根岸さんが応援してほしい夢は何ですか。来週6月17日金曜日にオープンするカレー店を応援してください。おカレー店、カレー屋さんってことですよね。では詳しく伺ってまいります。まず気になるのはカレー屋さん、どこに、いつは来週の金曜日ですか。あ、そうですね、はい、来週の金曜日オープンするんですが、はい、新潟市の中央区のぬったりテラス商店街の近くなんですが、あの辺りはさとちんもおしゃれなお店がどんどんできてて、わかる、もう行ったことあります、ね、いいですよね。で元きあの喫茶店三愛さんだったところなんですけど、はい、そこにあの小春カリーという名前であのオープンさせていただきます。小春カリー、小春カリーですね。可愛らしいネーミングですね。小春っていうどうしてお名前はつけたんですか。あと以前飼ってた猫の名前なんですけど、猫ちゃんの、はい、名前なんですね、はい、あだからかな、うん、ここにあのほらチラシというかロゴもホームページのデザインですか。かわいらしい。あ、そうですね、それチラシにさせてもらったと思うんですけど、持ってきていただいたんだけど、はい、小春カリーの、ね、ロゴに猫ちゃんが、ね、コックさんの帽子かぶった猫ちゃんが、とってもかわいいイラストですね。デザインした。あ、そうです、絵は僕が描いたんですけど。絵も描けるんですか。あ、いえいえ、すごいですね。何か知ってらっしゃったんですか、デザインの絵とか。あ、特にはしてなかったんですけど、絵描くことは好きで、ちょっとそのレイアウトは友人にお願いしたんですが、はい、絵だけ描きました。素敵、はい、ですね。で今チラシっていう話もありますけど、準備は順調に進んでますか。もうすぐですね、もう1週間ちょっとでオープンですが。そうですね、一応店内の改装はひとまず終わりました。はい、はい、でその元喫茶店だったところなんですけど、うん、自分とパートナーとあと兄弟で DIY で店内みんな改装をしました。あ、はい、あ、はい、で続いてこちらがその資料も、こっちにちょっと写真見ようか。これが元々の様子で、あ、ちょっと古い感じはあるかな、喫茶店だったんですね。そうですね。あ、そしたらほら見て、あら壁塗って、あらうわ床も、ね、全部剥がしてまた綺麗にして、家具も、ね、うわ、ここまでやったんですか。全部ご兄弟は職人さんでいらっしゃる。電球変えて、あの、はい、あの僕男4人兄弟なんですけど、はい、で僕が長男で次男が板金職人だったり、三男が左岸職人で、はい、それは強い、とても心強かったです。じゃあ助けていただきました。お兄ちゃんのためなら、ね、やるしかないですもんね。なんか DIY と言いつつね、もうプロの手を借りながらって感じですもんね。業者並みのことを。そうですよね。うらやましい。すごいな。はい。そして、はい、で協力してたその兄弟だったり母はもちろん携わっていただいた方々に、今日はちょっとラジオ出演させていただけたので、感謝を伝えたいなと思っています。ですか、はい、ね、きっと聞いてらっしゃると思いますし、応援してくださってると思いますけどね。では雰囲気なんですけど、お店のちょっともともと少し、ね、レトローな喫茶店かなと思ったら、改装しても
いい意味でレトロ感残ってるよね、さとちんね。ね、なんかあの、うん、昭和チックな感じがしますけど。これどんな雰囲気になりそうですか？そうですね、その写真の通りで、ちょっとレトロな喫茶店の雰囲気を残して。うん、あら、いいじゃない。はい、この壁のタイルの感じとか、そうなんです、あとランプっぽいこの、うん、照明も、照明。以前のまま。あ、これは以前のままなんですか、はい、残したんですね。そうなんです。あえて残したんですね。そうなんです。すごく綺麗な感じ。いいと思います。はい、あとインベーダーゲームも。インベーダーゲームがあるんですか、カレー屋さんに。はい、もともと喫茶店にあったと。そうなんです。それは、そのまま残して。あ、処分せずに残したんです。まだ動くんです。100円入れればプレイできるみたいな。今ちょっとなんかお金のところに壊れちゃってるんですけど、はい、もうそれ自体がテーブルなんですもんね。そうですね、あの、はい、そうですかね、はい、あ、ね、世代ではないですか、ちょっと先輩、あ、世代ですか、はい、あ、私はあのおじさんがあのよくインベーダーゲームやってたんで、ゴリゴリのインベーダーゲームを喫茶店でやってた、ね、20枚くらい積んでたらしいわよ。私うちの父親も喫茶店でずっとそういうのやってたってね、言ってましたけどもね、はい、はい、さてさて、はい、で僕はカレーが気になるって言おうと思ったら、うん、ちょっと、はい、スタッフが飛び入れてくれましたよ。もうちょっともうさっきから我慢できないのよ、このあのいい香り、いい香り、これこれがお店で出すカレーですね。そうなんです、それがあの小春カリーっていうカレーなんです、メインの、はい、カレーなんですけど、はい、でどういう試食を、あ、バターチキンカレーになりますね、はい、バターチキンカレー。じゃあちょっと今マスクを外させていただいてですね、うわーいい香り、ご飯がこれ黄色いですか、何ですかこれ、ターメリックライス、ターメリックライス、はいはい、でかぼちゃなども乗ってますね、上にね。私もねカレー大好きで、もう大好きですよ、もう毎日朝カレーなんですよ、朝ちょっとちょっと、はい、じゃあ行きましょうか、ぜひ召し上がってみてください、はい、じゃあルーつけて、このまま、はい、ルーをつけてご飯よいしょ、いただきまーす、はい、香ばしいです、スパイシーな、いただきます、うお、大丈夫ですか、めっちゃ美味しい、本当に、お、あ、うわ、僕これ大好きだ、本当ですか、うん、よかったです、美味しい、うまねえ、ね、そんなにね辛すぎるってことないんだけども、ちゃんとスパイスが効いてて、ね、後からね奥深い味、そうそうそう、クリーミーでね、うん、よかったです、おいしい、ね、さとちチキン食べた、チキンすっごく柔らかいよ、うんうん、よかった、うん、やばしいね、おいしい、よかったです、うまっ、うまっ、これどんどん進みますね、うん、ですか、これ付け合わせピクルス、いやこれも美味しい、うん、うんうんうん、美味しすぎてもうこれずっと食べ続けてコーナー終わりそう、ここパクチーなんです、あ、私パクチー大好きなんですよ、いいですね、よかった、一時食べ過ぎてパクチー佐藤って言われたくらいパクチー大好きなんです、誰に言われるのそれ僕もパクチー大好き、あ、どうですか、ちょっとその夏にも合いそうなね、はい、うん、はい、いいじゃないですか、ちょっと爽やかな感じで、ね、カフェとかそのなんていうのスパイス系のちょっとおしゃれカレーといいますか、うんね、うん、インスタなんかあげたくなるような、ねえ、ね、カレーですけれども、いやこれ流行るんじゃない、もうお店ね、いやこれいいです、うん、大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか、他にもメニューがいろいろあるんですか、あ、そうですね、今のその小春カリーと、小春カリーがイコールバターチキン、うん、そうですね、はい、あとしじみだしが入ったキーマカレーと、ポークビンダルー、エビのカレー、牛すじで、その中から毎日2種類出させていただきます、うん、でセットは、リンゴシャーベットなどのデザートと、うん、コーヒー紅茶がついて950円 で、 で合掛け2種類合掛けにすると、はい、1150円からとなってます、あ、いいですね、はい、でランチお店でいただけるし、そうですね、はい、テイクアウト専用の容器ですけど、テイクアウトもできる、そうですね、はい、うーん、全部食べたいわ、いやいやいやね、いや後ほど残さずいただきますけれども、ね、いただきます、はい、では夢ですが、池田さん、このカレー屋さんをっていうのはいつ頃から抱いてらっしゃったんですか、そうですね、思い浮かせばなんですけど、はい、その僕結婚前にその20代前半はあの飲食業に携わっていて、飲食業でやってました、はい、その頃から漠然といつかは自分のお店を持って
たくさんの人が集まれる場所を作りたいなとは思っていたんですが、はい、その後結婚もして、うん、子供にも恵まれて、うん、ちょっとその家族のために運送業に転職して、あ、そうですか、そうなんです、で家族養うって言って、そうですね、でその間もでも心のどこかでいつかと思っていたんですけど、うん、はい、でまあちょっとその間離婚も経験したり、はい、はい、子供も成人を迎えて踏み出すタイミングがあったんですけど、ちょっと勇気も出せなくて、うん、で定年後でもいいかなと思ってたんですが、まあ、ちょっとラジオでこんなこと言うのもあれなんですけど、うん、その今のパートナー根岸さんがちょっと体調面崩したこともあって、うん、まあ、結果大丈夫だったんですけど、はい、その元気なうちに2人でちょっと何かチャレンジしたい ねってことになって、決断しました。あ、ね、はい、また今ウイルス化などにもなってね、先が見えないっていう状況もあってですね、やっぱりできるときにできることをやりたいという、うん、より強く思ったといいますか、はい、その人と人とのみたいなところも感じたんです。そうですね、つな、うん、がりっていうのがね、なかなか会えなくなったりとか、ね、気迫になったりっていうのはありましたけれども、いつどうなるか分からない状況で、その気持ちか、ね、でも夢ってやっぱりそういう行動力もね、さとちん大事だと思いますから、ね、で今、あ、そうですね、離婚も経験されて、バツイチ仲間ですね。あ、はい、どうも。あ、え、あ、そして、え、あれ、はい、あ、ですか、あ、私も仲間です。あ、そうなんですか、ネギスさんも、そうなんですか、バツイチ仲間です、はい、そうです、はい、私はいまだに独身貴族でございまして、はい、そんな4人でスタジオでお送りしておりますけれども、はい、でも池田さん、よかったですね、そのお店カレー屋さんっていう夢を、ね、一緒にやる、サポートしてくれる素敵な根岸さんというパートナーに出会えて、そうですね、出会えてよかったと思ってます、うん、はい、その彼女も料理が好きで、やっぱり2人で研究してとこう美味しいカレーを作ることができたので、へー、はい、じゃあ今日のカレーも2人の合作、そうですね、いやなんかカレーなのに甘い話になっちゃったな、もう。いやだいやだ。TikTok には負けますけど。いや、我々の TikTok。どっちにサトチンの。いやいや、あれも愛があるんですよ。ですよね。苦い顔して見るかもしれません。池田さんにとってはじゃあ素敵なパートナーってことで、はい、根岸さんから池田さんっていうのはもうどんな存在ですか。あ、すごく人との接し方が、うん、丁寧で、あ、思います、はい、すごく感じてます、そこを尊敬していて、まあ、一緒にいて安心できる、いや驚きすぎじゃない今パートナーです、パートナー、はい、じゃあお互い、まあ、はい、まず一度しですけど、はいはい、今後例えば、ね、今後ご結婚の予定とかなんかあっちゃったりするんですか。予定はあります。サトチグイグイ行くからさ、余計なこと言ってんじゃないかと思ったらもう、大丈夫です、あります。ねえ、あ、そうですか、なんかそんな、だってパートナーってもう呼び合ってるんだもん、うん、でもこうやってね、一緒にラジオに仲良く出ていただいて、でお店も一緒にっていうことですから、ぜひその私生活もお店もどんどんうまくいっていってほしいなって、充実して ね、いいですね、いいじゃないですか、羨ましいわ、ね、夢を応援してっていう夢を、ね、うん、今回出してもらったんですけど、我々ちょっとは応援に池田さんなりましたかね。あ、もちろんです、はい、あ、この機会を与えていただいたことが、はい、本当に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ね、オープンしたらさとちん食べに行こう ね、絶対行こう、なんか今日お母様も本来来る予定だったっていう話なんですけど、はい、どうしたんですか、はい、今日ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、ますか、聞いてらっしゃいますかね、はい、ね、お母様、おしまいになりますが、ぜひ池田さんから、メッセージをお願いします。はい、ちょっと冒頭にもお話ししたのですが、改装を手伝ってくれた家族と自分たちのチャレンジを応援してくれた皆さんに励まされて、支えられて完成したお店だと思っています。この場を借りて改めて皆さんに感謝を伝えたいです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。素晴らしい、またね、夢お店始めてからがまた大事だと思いますので、そうですね、また支えていただくことになると思うんですけど、ね、6月の17日、そうですね、6月17日、はい、金曜日、金曜日に、はい、はい、オープンです。いやね、でも素敵な話聞いて、リスナーもパワーもらったと思いますので、どうもありがとうございました。今日の夢ファクトリー依頼主は、新潟市からお越しの池田正さん、根岸のり子さんでした。お二人がオープンするコハルカリーは、
新潟市ぬったりテラス商店街の近くで来週の金曜日6月17日オープン。ぜひお聞きのあなたも足を運んでみてはいかがでしょうか。池田さん、根岸さん、改めて、これから頑張ってください。お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。